どうも、ヨンフォー監督です。OK。行くぞ、もう。こっちやな。もう、ここで優勝するしかねえんだよ。コパ落としたからな。ちょっとね、連戦で疲れてるからな。今日はナリちゃんで行こう。ベナリで、ベナリに帰って、バルブリちゃんにしようかな、今日。よし、こんなもんかな。ライバルチームだけど、意外と余裕で勝てんじゃねえかな。キーパーの控えってしょぼいんだよね。キーパーの、惜しいな。控え。よし、とりあえずこれでいこう、今日は。になりました。よし、勝つぞ絶対。解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦は見応えのある試合になりそうですね。なんか天気悪いな。ちょっと晴れにしなきゃ。晴れに。キックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が。さあ、久しぶりのナリちゃん。そしてビド仕掛けてくるのか。狙った。うん、もしもし。攻撃陣も中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。やばいやばいやばい。よし。行こう。それはちょっと甘いぞ。あ、いいぞ。いける。マジで言ってんの？まだインプレーです。ボールは相手に渡りました。いかん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 。よしよしよし。クロスを出せるか。ここから狙うのか。いやー、自分で打つべきだったか。ここでボールやばい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 。よかった。よしよしよし。よしよし。上はないようです。足を止めてはいけませんよ。おい、マジで言ってんの。いい反応でしたね。落ち着いてカウンター。カウンターを試みるも、そしてここ、マジか。それも取れない。危険な位置です。緊張感が増してきます。チャンスにできるか。やばい、入る。危ねえ。先制するチャンスを逃しました。完全に決まった。全然それ。決定力が足りなかったようですね。お互いにこれといったチャンスを作れずにいるようです。ナイス。そろそろどちらかが動いてくるんじゃないでしょうか。来た。スペースへのボール。来た。オーケー。完璧。この試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。ナイス連携。しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。ナイス。ビドちゃん。ナイス。素晴らしい動き。いいよ。ボールを運んでいます。持ってきたよ、ビドちゃん。ああ、自分で行った方が良かったか。ガビーン。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半戦キックオフ。早めに追加点欲しい。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。押し取れるよ。ボールは相手に渡りました。はい、ビド。シミ、ビド。素晴らしいボールです。オーケー。乗ってきちゃってるよ、ビドちゃんが。さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。素晴らしい。これはもう自信に溢れているという様子が伺えます。ナイス。いやー、あんな違うカメラから先ほどのゴールを正面シュート取れないなんて。
仕掛けてくるのか。惜しい。なんか冬服着てる。サムエル・アルメンテロス。よし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 。危ない。持ってかれてるよ。シュートまで。気をつけて。よし、行くぞ。シミ。行け。そしてビドちゃんが上がってくる。何かしてきそうですが。ちょっとスーパーセーブです。もうちょい行きたかったね。あれに反応するとは思いませんでした。シミ。いい位置です。バルベリちゃん惜しい。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ビクトル・ロドリゲス。ここで一旦やばいやばいやばい。危ねえ。このボールは止めただけ。クリアできるか。危ねえぞ。ビド疲れてんな。まあ大活躍だけど、ロペちゃんに変えます。デミッチャンに帰ってクルチャータック。とりあえずこれでいこう。よし、これはいこう。クロスは結局合いませんでした。さあカウンターを仕掛けるか。よし、素晴らしいボールです。オーケー。完璧なカウンター。カウンターへの警戒が薄かったですね。薄かったよ。またしてもゴールです。これで大きく勝利を引き寄せました。いいシュート。素晴らしいパフォーマンスですね。全てにおいて相手チームを上回っています。素晴らしい。いや、なぜこの試合ができなかった。前回悔しい。試合も終盤に差し掛かりましたが、答えシミちゃん変えてちょっと若手を出していこうか。よっしゃ、新人くん頑張れ。ここは鮮やかなパス。全体をよく見てますね。ロペちゃんから、よし来た。惜しい。おい、カーソルどこ行っちゃった。よし、ロペちゃん取れる。キーパーを褒めるべきでしょう。ロペス、おい、下手なパスやな。ここで試合が終了となりました。まあまあです。試合後インタビュー。シミが 9.6 だ。はい、ゴールを決めた、勝利を貢献したピトが今日のヒーローと言って間違いなさそうです。そうですね、チーム全体で素晴らしい活躍でした。ビドは素晴らしい活躍でした。この力に頼ることだけ。まあビドは良かったよ、マジで。世界レベルのパフォーマンスいいでしょう。はい、クロトーネはカルチョビに負けなしです。まあ記録を伸ばすでしょう。もうその質問は答えるつもりはありません。4監督、今日はライバルを圧倒する内容となりました。この試合に向けて何か特別な準備をしてきたんでしょうか。してません。はい、何？自分に関する憶測記事を読んで少し不安を感じています。実力を証明するチャンスをもう一度ください。いや、君は全然十分実力を示してるよ。何心配になっちゃってんの。チャンスを与えましょう。結果を残していることを期待しています。別にベナリー何の不満もないけど、なんか言われてんの記事で。ここ数試合でシミが結構点取ったんで、単独首位になってますね。ビドちゃんもなんだかんだ5位つけてますけど、さて次行こう。次、あ、もう12月終わんな。
もう移籍期間になっちゃうな、もうすぐ。誰か取れるのかな、お金。どうなんだろう。一応ね、チームの士気が上がるからやってるけど、これやんなかったら下がるのかな。バルベリスは最近50。眠たい。現在のリーグの陣から今日の間、とにかく結果を欲しがっています。あなたのチームの相手と同じくらい勝利に飢えていますか。言うまでもあります。選手たちを見します。私、選手たちは言うまでもありません。今までもない質問です。もちろん勝利に飢えてますよ。どんな試合でもボソボソボソ。あなたのチームは期待以上の活躍を続け、また、だからその質問はもう同じです。同じですもん。では行きましょうか。待ちに待った強豪同士の対決、これは目の離せない試合。強豪同士の、おい、雪、雪やだ。そんな雪降る、イタリア。解説には福西崇さんをお迎えしています。クリスマスといえども熱戦も多くしていきます。この試合は要注目の試合になりそうですね。おい、そんな簡単に取られるの、クリスマスですが、相手に得点だけはプレゼントしないようにしないといけませんね。全然うまいこと言ってない。いい試合に期待しています。アタッキングサードに入ってきた。やばいやばいやばい、チャンス来た。やばい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 、ちょっと舐めてるとやばい。してくるのか。あぶね。ゴールの枠に行きません。やめてるとやばいよ。力が入りすぎなんじゃないでしょうか。さあ落ち着いていこう。守備固めてきてるからね、今日もね。危険な位置です。おいよ、ナイスパス。ナイスペナリー。一試合出場しなかっただけで文句言ってきたからな、こいつ。疲れたから帰りやったんだぞ、お前。ナイスね。ナイスパス。ファールを取りません。ファールじゃないから今。味方を使うでしょうか。中央にクロス。やばいよ。危ない。このヘディングは枠の外へ。そうやん。当たりが悪かったかもしれません。すぐカード出すわ。プレーが止まります。いいよ。俺が待ってくるよ。この時間はかなり下がっていますね。あ、惜しい。このシュートは入りません。うん、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのは、よし来た。今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ディフェンスボールを奪います。レフリーの笛。くそー。スコアは1対0。後半のキックオフです。さあもう1点いきたい。よし、ラッキー。もうこれ白いのでボール見にくい、本当に。当たりすぎ。チャンスにできるか。中央にクロスが上がった。よし、キープできない。よし、ナイス、ナイスディフェンス。ディフェンスが冷静に処理します。これ来たんじゃない。さあ、カウンター。よし、ナイス、シミ。どうする。オーケー。リーグ屈指の破壊力を誇る攻撃陣が2点リードを奪いました。ビードちゃん、どんどんゴールを量産されてしまいます。何か対策を打たないといけませんよ。結構な距離を、ナイスシミだね。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。よかった。前に返さないでしょうが、ボールは相手に渡りました。ナイスパス。ここから狙うのか。オーケー。ゴールが決まった。来てるね。リプレイをご覧ください。いや、眠たくなってきたぞ。られませんでした。
シュートが強烈でしたね。すぐ眠たくなるわ。デミッチャナイス。まあちょっとね最近忙しかったから睡眠不足ではある。だいたいほぼ睡眠不足だけどね。どこでもいつでもどこでも寝れるタイプです。あ、やばい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 。そんなこと言ってたら手に入れられちゃうわ。よく友達とね対戦しててなんか話しながらやってるとね、話しながら話題出した方がね点決められるっていうね。引いてリードを守るのではなく素早くパスを回しています。話戦法という名前なんですけど、話しながらやってるとディフェンスがおろそかになるんですよ。ボールはサイドの選手へ。おい、誰もいないぞ。細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。ここからどうするのか。固めてきよな、お前ら。固めてカウンターしようって、この単価そうはさせねえぜ。ナイス趣味。アホ、振り向きざましょぼしょぼシュートやったな。ちょっと交代していいな。いい読みでした。ちょっと狙いすぎたか。何、やばい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 。めっちゃフリーじゃん。あぶねえ、あぶねえ。いや、少し力が入りませんでしたね。よし、いける。ボールをサイドへ展開します。ちょっともう疲れてるんだよ多分。何かしてきそうですが、上がってこないか。ボールを持って上がります。自分で言ってもよかったな。危ない場面でしたが、よし答え。ミドちゃんスタミナねえな、すぐ疲れるな。バルベイス宮市。そうだね。何、さあ3人一気に答え。もう時間ないけどね。でもチャンスにできるか。あ、それがない。これは入る。あぶねえ、ラッキーすぎる。中にスペースがあります。何打たれてんねよ。あぶねえ、試合終了。勝ち点3を獲得します。今日のバルベリスはなぜ交代させられたんですか。え、交代させられた。いえいえ、途中から出したんやね俺。途中から出したんだよね。え、何、よくわからないんだけどマジで。今日は他の選手も素晴らしい活躍を見つけました。喜ばしいことです。全ての選手に周期感をどの子の、まあ、もういいこの質問。はい、スキップスキップ。 OK、 12月ラスト1試合かだね。サレルの戦で今年は終わってしまいますって感じで、まあ今回はこの辺にしとこうかな。次回はね、移籍期間も含めてやっていきたいと思います。いやー、ちょっとショックだなこれ。本当にこれもなせん。パタチンオーレね、いやー、カップ戦で唯一2部にして1部と対戦できる機会だったんだけど、うん、まあしょうがない、負けは負けなんでね。まあ、そんな感じで今日はこの辺にしていきたいと思います。ありがとうございました。フォーでした。